ちょっとこれ、社会問題でちょっとセンシティブな話になるかもしれないんですが、はい。50代後半の女性、LGBT 法案のこと、その経過、それにまつわる海外の事件などの見解を聞くとですね、腹が立って、胃が気持ち悪くなってしまいます。そういう時はなるべく、そのことを見ないようにするのがいいのでしょうか、っていうご質問ですが。はい。人間が、人間というか生物がまともな生物になったのは、オスとメスができて子供ができるようになったからなわけですね。これは比較的最近で、生物は38億年前に誕生したにもかかわらず、オスメスを作って子供を作るという考えには至らなかったわけですね。したがって26億年間、生物ができてから26億年間は、オスメスがいなかったんですね。オスメスがいなかった時は死ねないんですね。死んだら絶滅ですから。で、我々が死ねるようになって、新しい赤ちゃんができて、新しい赤ちゃんに自分の遺伝子は残ってる。引き継がれて、新しい個体になるという、まあ、ものすごい画期的な発明が行われたのが10億年前で、で、我々は死ぬことができるようになり、我々が死んでも自分の遺伝子は子供に、子供っていうか、自分の子供じゃなくていいんです。日本人の子供に残るわけですね。日本人の子供ってだいたい遺伝子の共通率は 99.99% ぐらいあるんで、もう自分の子供と、よその子供の子供とはほとんど変わらないんですよね。日本人の場合は特に。で、だからも同じことなんですけど、それを放棄するということになりますね。LGBT は、基本的には。で、放棄しますので、嫌悪感が起こるのは当然なんですよ。なぜかつと、その我々はその我々の社会っていうのがあって、それは男と女がいて、結婚して子供ができて、で子供がいるからこそこれからも社会が持っていくわけですから、我々もし子供なかったら、新幹線作ったって無駄なんですよ。あれもあと50年で捨てなきゃいけない。星だって作ったって無駄なんですよ。全部50年で捨てなきゃいけない。どうせ人がいないんだから。ってことは我々がやる行為っていうのがもう全部変わっちゃうわけですね。で、それは要するに我々に非常に不快感を与えるわけですよ。この不快感っていうのはどういう不快感っていうと、かというと、あと10年経ったら全員殺しますよってヒットラーかなんか言ったような状態なんですよね。だから LGBT について非常に不快感を持つわけです。で、従来、長い間、ヨーロッパも含めて、不快感を持ったわけですよ。で、これは、第二次世界大戦が終わるまで、つい最近までです。今から50年ぐらい前までは、ヨーロッパでも、アメリカでも、LGBT の人権なんですよ、なかったんです。それはどうしかったら、嫌悪感からなかったんです。だから、この人の言ってることは正しいんです。嫌悪感を持つってことは、なんで嫌悪感って持つかって言ったら、それじゃあ何のために我々社会作ってんのとか、何のために新幹線作ってんのとかいうことになってしまうので、国を大切にする、ウクライナを守れ、いやいや、ウクライナってのはどうせ頑張ったってあと50年で亡くなるのよって言ったら、何の意味もないじゃないですか。だから、それに対する我々の本質的な嫌悪感っていうのがあるんですよ。ところが、この LGBT に対して日本人の思想が割れてるのは、実は LGBT が何の原因だったかっていう画期的なことが、ヨーロッパ戦争で分かったもんですから、うん、で日本はそういうことに触れたくないので、日本語の論文も結構あるんですが、触れてないんですよね。だから皆さん知らないわけですね。その、第二次世界大戦の後分かったことは、人間は全部女の心で生まれるんだ。それが、ちょうど発見されたことを言えば、爆撃を受けた妊婦が爆撃を受けて、もちろん命は助かってる。ちゃんとその後正常に、防空壕の中にいて爆撃を受けて、全然防空壕は損傷してないで、だから爆撃が終わったら、防空壕から出て健康に子供を産んだ。そのお母さんの子供が LGBT が出たわけです。それで研究をしたら、人間は基本的に、女の心で全員が生まれ、途中で、Y 遺伝子を持っている
胎児については、男性ホルモンを投与して、お母さんが男性ホルモンを胎児に投与して、男の子にするわ、ということが分かった。このことによって、LGBT というのは本人の責任ではない。お母さんの責任だっつうと、お母さんの責任でもない。爆弾を落とした人。で、爆弾を落とした人とか、妊婦が歩いてるときに、その隣で交通事故を起こすと、やっぱり同じことになるんです。じゃあ、交通事故を起こした人が LGBT の責任者かっていうと、ちょっとこれもおかしいわけですね。それで結局、ヨーロッパでいろんな議論があって、LGBT っていうのは特別な人ではない。本人の趣味でも何でもない。異常でもない。偶然に起こるもんだ。偶然に起こる人に対して、その人が変だとかなんとかっていう感情は我々が抑えなきゃいけないってことになりました。それで LGBT の、そこで初めて LGBT の人権っていうのが認められるようになりました。LGBT の人が、自分が変な趣味持っててっていうふうになると、やっぱり社会の反感はあるんですよ。ところが、胎児の時のお母さんも自分も責任がないのに LGBT になっちゃうわけだから、だからそれはね、いくらなんでも、交通事故で片足失ったとか同じだから、やっぱそれをちゃんとしなきゃいけないってことになったわけです。うん、この社会的な、こう、経験が日本にないんですよ。だから日本人の場合、あいつは変な人だってことになるわけですね。でもちろん男性で、ちょっと女らしいんだけど、女じゃないっていう人もいるんですね。姿勢が、態度がなんか、おほほって笑ったらですね、あいつ女らしいな、つって言うと。これはお母さんがテトロステロンを胎児に与えてる途中で、爆撃あったとかそういう人なんですよ。だからその時期によって、その、違うんですね。もう一つはこれ全然立ちが違って遺伝子の異常ですね。これはまあ遺伝子の異常ってのは確率的に起こりますから。ですからまあこれはもう確率的に起こった遺伝子の異常が起こって、女性の体があったって男の心持ったり、心のところの遺伝子と体のおちんぽ作ったりなんかする遺伝子の部位が違うから、そうなっちゃうっていうだけで。これはまあ二通りありますね。数は少ないですけどね。で、今度の LGBT の問題はどこにあるかっていうとですね、法律の問題はどこにあるかっていうと、LGBT の人は今まで50年間ぐらい非常にこう、努力して、こう我慢しながらやってきたんですよ。うん、ところが問題が難しいので、世間がいつまで経ったって理解してくれないんですよ、その今のメカニズムを。それで過激な形として今出てるんですね。ですから今過激な形として出てるのを見たときに、ああ悪いことしたな。LGBT の人は別にね、何の問題もなかったのに、随分苦しんでごめんなさいね、という気持ちが我々側にあることが必要に。それがあれば LGBT 法がもっとまともになります。うん。それで LGBT の人はそれも十分に分かってるんです。もう苦しんでますから。まあこの前、高校2年生の男の子で見かけ男の子、心女の子が修学旅行行くときに、お風呂は女の子に入れさせてくれって言った。じゃあ今度は女子学生、高校生は全員が嫌だと言った。もう先生困り果てると。まあこういうことが現実的に起こるので、本当に LGBT の人とは日常的に苦しむんですよ。それを社会がよく分かってやんなきゃね。ところが、LGBT というものを、その、異常なものとして、今、小作さんが言ったように、センシティブなものとして扱っちゃったので、これで闇の中に入っちゃってる。そう、闇の中のやつを一回出してね。それで、だから妊婦を、だいたい、男性ホルモンが出るのが、だいたい4ヶ月目なんで、4ヶ月目の妊婦を休ませるだけで、LGBT は僕は3分の1ぐらいになると。それも今までやられなかった。つまり生理休暇っていうのがあるのに、女の人の、子供を産むってすごい大変な作業なんで、生理休暇もいれば、LGBT 休暇もいるんですよ、本当は。だからこういうことをちゃんとみんなが、そういうものだと思って受け入れてくれることが大切なんですね。
それで、これ、あと物理的に、物理学的に言えばどうなるかっていうと、学問的に、純学問的に言えば、男と女がいるってことは、必ず LGBT いるんです。それが LGBT がいない男と女なんて純粋な形っていうのは、もう物理原則としてできないんですよ。それは夫婦だったら必ず子供ができるかって、そんなことないんです。子供がいない夫婦がいるから子供ができる夫婦がいるって言ってもいいわけで。どっちでも成立するんですね。ですから、こういったその、人間というか、無の。それはね、こう考えたりですね。なんで身長が160センチから190センチまで男性だったらね、ほぼ。155とも言いますけど。要するに、身長の分布なんかないはずですよ。だってみんな遺伝子持ってて、支持されてできるんだから、体が。だけどやっぱ分布はできるんですよ。太ってる、痩せてるもできるんですよ。これは、一つの集まりを作ったときに、純粋なものだけを作るってことはもうエネルギー的にはできないんです。だからある程度我々は、男と女 LGBT、それから、結婚しても離婚する人は必ずいる。そういうふうにね、それでまあ成績のいい人もいるし悪い人もいる。足が遅い人も速い人もいる。性格のいい人も悪い人もいる。それが集団というものの出来方であるっていう根本的な原理原則はね、やっぱり分かってた方がいいかなと思いますね。ちょっと話が長くて、なるほど。まあ、だから、まあ、身体的にね、男、女っていう、その、まあ、地球上には存在しますけども、その、出産時に、まあ、これ、まあ、爆弾とか、あとは、まあ、交通事故に遭うようなみたいなっていうのは、これ、要は妊婦に対するその過剰なストレスっていうものが発生した時に、その、まあ、胎児の中にいる、そのホルモン状態がおかしくなることによって、そのもうこれは LGBT っていうのはその出産時のその妊婦の状態で必ず、出てくる、っていうものを我々がまず認識する必要があると、いう中で、まず私たちがこう普段この生活をしなきゃいけないっていうところかなと。で、まあ、ただまあそれがこう。男というのは意味がない性なんだっていうことをよくわかるってことです。これが大切なんですね。なんで女の心で全員が生まれるのか。最初から女の体をしてりゃ女の心、男の体したら男の心で生まれりゃいいものを、わざわざ、男と女も全部女の心で作って、それから修正するわけですよ。この作業っていうのは、オスメスができた時の失敗なんですよね。つまりその、やっぱりメスだけでいいじゃないかっていう議論が多分いっぱいあったんですよ。もちろん議論はしないけどね、原始的な生物だから。しないけども、そういうのがあって、結局まあ、じゃあ、産む時だけは全部メスで産んどいて、オスは必要なだけ作っとけばいいや、ということになったんですよ。これなったのが10億年前になってんだから、もう今から直せないんですけどね。直せないんです。ですから、これは小学校なんかで我々正しい教育が行われてるんですが、小学校4年のね、生物の副読本ではね、魚のメス10匹で群れを作る。これは人為的にメスだけを集めて10匹で作る。そうするとそのうちの1匹がオスに性転換する。そして1匹の一番体の大きいオスが、メスがオスに性転換して、一匹のオスと九匹のメスで生活をし始めるんです、現実に。そしてその一匹のオスと九匹のメスでセックスをして子供を産んで群れを作るんです。で、オスは戦いをするんです。で、敵が必ず来ますから。で、オスが戦ってる間、メスと子供は岩陰に隠れるんです。で、戦いますから必ず3回か4回に1回は死ぬんです。オスは死にますね。そう、メスがのこのこと子供と一緒に岩陰から出てくるんです。それで出てきて、次に体の大きいメスがオスに性転換します。これはね、小学校の理科の副読本によく入れてくれたと僕思ってるんですけど、オスとメスっていうのはそういう役割なんですよ、実は。本当の原理原則が。一夫一妻制とかそういうのは非常にこう曲がったやり方で、原理的じゃないんですね。今の10匹
魚のメスを準備したら、オスが性転換して、体の大きいメス、オスが性転換してという話が、本当にこう生物、オスメスに分かれた生物の現在の欠陥のあるオスメスの生物の状態なんですね。ですから、これはこれで頭の中に入れとくってことが非常に重要なんじゃん。LGBT は必ず存在するんです。必ず存在する。はいはい。まあ、それをまず認知するっていうことが大切だと。そうです。はい、わかりました。だから僕は個人的には LGBT の人に対して、何ら、もう、それは仕方ないですね、と。それはもう、それは別に仕方ないっていうか、もうそれは現実だから。現実は地球がなぜ丸いかなんつってのと同じだから。それはまあ、それで、ちゃんと普通にやっていきましょうっていう。あなたも苦労してるだろうから、我々も手伝いますよっていう感じになる。はい。わかりました。まあ、ぜひね、そういう、その LGBT が必ず存在するっていうことを、まあ、前提にですね、まあ、今、政府で議論されているですね、LGBT 問題を捉えていただければと思います。幸せ砂時計ではメルマガを配信しています。メルマガでは、登録者限定の動画プレゼント、YouTube ライブやイベント情報などをお届けします。概要欄の URL をクリックして、ぜひご登録ください。